どうも皆さんこんばんは、ごはんです。さあ今回は期間限定決戦イベント最強愛花激級にチャレンジしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。いや久しぶりのね決戦イベント攻略動画なんですが、やっぱりね普段ねこうツイッターとかやってると私のねタイムラインに流れてくるツイートが割と古参オセロニアのものなんですよ。なのでもうあの決戦イベントの攻略動画とかそんないいかなとか思ってたんですが、実はですね結構身の回りで最近オセロニアを始めてくれた方とかがいらっしゃいまして、やっぱねそういう方ってねやっぱこういうね決戦イベントを激級クリアするの難しいみたいなんですよ。なのでね少しでも参考になればと思い、なるべくね手に入りやすいコマとか、まあ無課金駒をね中心に編成したデッキでこちらの愛花にチャレンジしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあということで今回組んだデッキはこちら、アルキメデストップの神タンデッキですね。まああの駒が揃ってる方はこちら愛花の激級はまあ回復耐久型もしくは神タンぶん殴りデッキでいくと思うんですが、なるべくですねガチャ限定駒を編成しないものにしてみました。まあ L とかねデスノートコラボと結構前なんで今手に入らないじゃないかって思うかもしれないんですが、まあ別にこの通りのデッキ編成しなくてもオセロさえ取れればクリアできると思います。それでやっていきましょう。さあまずは全2ステージのうちの第1ステージですね。盤面上には謎の罠とこちらですねネイト、まあ表になっている3ターンの間受けた代償ダメージの 100% HP を回復するといったものとなっています。とりあえずまずはアルキメデスを置いて回復マスを生成していきます。まあねアルキメデス自体ね初心者の人からしてみれば手に入れるの大変じゃないかと思うかもしれないんですが、フレンドさんにねフレデリカを編成してもらえば割とね楽にクリアできるんではないかと思います。今ね星のかけらを消費してリトライができるようになったっていうのはかなり大きいですね。ということでちょっとオセロを取っていきたいといった動きをしていきたい。まあ第一ステージは結構相手がね竜駒を出してくるステージではありますね。で設置されていた罠が2枚以上ひっくり返されて通常ダメージを受けた時3500のダメージを返すといったベルフェゴールですね、温泉ベルフェゴールですね。さあこの打ち方だと私がだいぶねオセロを取りやすくなりました。まあこう結構に痛いダメージ食らっちゃってるんですが、ここからじわじわと回復していけばいいことなので、とりあえずここに剣置きですね。久々に使ったわ。さあということでルーシュみそちゃん好きそう結構ね痛いね。ここをなんとか耐えていきたい所存。ここでアルキメデスまた引けたんで、アルキメデスを使いながら再び回復マスを生成していきたいと思います。まあ、こっからね結構ポン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 竜駒が飛んでくるんですけど、まあ、マス踏んでればまずやられることはないかなとは思います。さあこのマス変換ハンプティダンプティなんですけど、この周囲での通常マスってことでもうほとんどね回復マスに変換しちゃったんでこれは効きませんといったことで、ここはこっちかなハヌマンを置いてシールドを設置していきます。そんなにね確かね貫通竜駒投げてきたイメージないんで結構シールドもね効くと思われます。さあここでコンボのマス変換は通常マスに対してなので発動せずといったことで、久しぶりに絆愛ちゃんも使ったわ。を取っていきましょう。まあねこの編成してきているこの江戸川コナンくんとかのこの何コインブリスを使って相手に HP 差をつけて HP 勝ちするっていうのが割と目標ですね。温泉レイファー 60% 以下の時なんで怖くないと。で L が引けましたね。結構 L のこのデバフは刺さるんじゃないかなと思っております。ここで結構ね HP も回復してきたんではないかなと。さあそれ結構痛いよしずねさん、結構食らっちゃうんですが、まあ後でね回復していけばいいから。でこれはコスト15の A プラス5までシュクレですね、回復していきましょう。よいしょ、久しぶりにこの通常彦星も使ったわ。さあここで盤面のマスに応じてダメージで、結構これコナン君置いて
フィニッシュって感じになるのかな。あーでも相手が最後これ沈めコンボ使えるんじゃないかな。直前の段に1枚ちょうどだからコンボが腐るのか。これはそうですね、コナン君で HP 差をつけて、さすがに相手最後1枚がそうだね、オーラゴマしか持ってないんで、これは普通に HP 勝ちですね。問題がね、新スキル氷結が出てくる2ステージ目なんですよね。まあね、第1ステージは割と難なくクリアできるんですけど、結構あの氷結スキルを体験してみると割と鬱陶しくてこれ先に一応永久回復置いとこうかな。でも氷結されちゃうんですよ、それが。そう、アイカさんね、すごいなんか乱量王にちょっと似てない、なんか雰囲気。ちなみに暗黒ゴマなんで、おっとそこに打ってくると私オセロだいぶいいんだけど、直前の相手のターンに置かれたキャラゴマを氷結状態にし、カウントを9増やすと。いやもうこの9ターンの間腐るってことですね、このコンボが、コンボがっていうかスキルが、スキルとコンボが。ここはちょっとアルキメデスだっちゃう。ここでワイフマスを生成。今回も HP を回復しつつ最後にコインブリスで差をつけるといった戦法を取っていきたいんですが、さあ捕食されていく。ちょっと失敗しちゃったということでね、ちょっとねあのいろいろ失敗しちゃったのでやり直します星のかけら砕けるっていうのがいいよね。いや本当に完全にパス封じせんといかんわ。本当にオセロ、本当にオセロ。いやーそっちに打たないで惜しかったな。さあ氷結されると、ここはちょっと踏みたくないんだけど、ベジリオと踏みながら回復マスを作っていく。これをね自分専用にしていった方がいいのかなって感じなんだけど、果たしてコンボをさせてくれるのか。お、あ、その位置は結構私が内回り しやすくなる位置なんだけど、さあそしてここでまた氷結が入る。でもアルキメデスのコンボが使えるようになった。アルキメデスのコンボをねうまいこと入れてこうって思うとダメなんだよね、あれされちゃうんだよね。さあ氷結が入ると、そうだね、ここはおとなしくオセロを取っていきたい。でうまいこといくと相手パスパスにできそうな気もせんでもないんだけど、どうだろう。いやーこれも結構いいダメージ入るよ。捕食で回復と。OK、これでセクリットプリーストのコンボ動線が確定するのかな。コンボ要因としてちょっとセクリットプリーストを置いていきたい。OK、さあここで OK、 氷結が入らなかったのでセクレットプリーストのコンボスキルを使って再び回復マスを作っていきたい。でここでエルを置いちゃってもいいかな。でもどうせ氷結されるからね。さあこれで回復マスを生成。お、相手パスパスになったね。相手がパスパスになってよ。でもこうなんだよな、こうなんだよな、多分オセロを取ろうとするとこうなんだよな。でこれで相手がまたいろんなところに打てるようになっちゃったんだよね。んでまたこれ氷結とかされちゃうんでしょどうせ。分かってました、分かってました。さあ結構嫌な氷結が入っていく。でここでアルキメデスを使って再び回復マスを生成と。 OK、 さあこれでどこに置いてもまあ下に1個ダメージビーマスはあるけど回復が入るといった状況。さすがにでもな、もうこの9ターン経つ間に決着はついちゃいそうだから、どっちにしろやな、どっちにしろ的なとこはあるな。で1回彦星アタックを入れていく。
アルキメデスのコンボをちょっと使っていきたいな。でも使っていくと隅を取られちゃうっていう、ね、いやそれ怖いですね。コンボが2枚以上、さすがに貫通あんまり入ってないと思いたいから、貫通あんまり入ってないって思い込んで、ここにシールドを置きながら自分専用回復マスに変換していこう。 HP 勝ちをしたい。さっさと死ね。さあ、そのライマル怖いな。怖いですね、怖いですね。でコンボ何、2枚以上ひっくり返せるマスでしょ。じゃあ2枚以上ひっくり返させないように立ち回りたいんだけど、2枚以上ひっくり返ってしまうといった事態。ここもちょっともうシールド、久しぶりに使ったこのハヌヤム姫の神みたいなやつ、ハニヤマ姫の神か、言えてないずるいよこの呪いカット。痛いです。まずは手がかり。よっしゃ、コナン君引けたんやけど、コナン君引けたんやけど、 HP の回復量が追いつけるかどうかな。あららら、鮮明が痛い。だよそれ。いやーこれ回復追いつくかな。私の最大 HP が、待ってね、3万でしょ。で次シールドでしょ。貫通打たれなかったらワンチャン HP 勝ちできるんじゃないかなって思ったんやけど、これ貫通じゃないでしょ。 OK、 捕食もカットということで、これはコナン君でダメージを与えるより回復を優先してった方が HP 勝ちするんじゃないから、2万8000まで回復すればいい。いやーゆっくり計算すれば分かりそうなんやけど、1300のダメージを受けてそのまま総数130回復するよりは、そうだね、140の特殊ダメージ与えて HP 差をつけていった方がいいんじゃないかということで、これで勝負に出る。さあここで4900のダメージで、シュクレのコンボで回復 OK、 HP 勝ち。危なかったはいはい、ということで今回は激球アイカにチャレンジしていきました。まあ、今回使ったデッキはですね、その最善のデッキかって言われたらそうでもないんですけど、割とね、あの第2ステージ目が貫通駒が少なめだったので、シールド多めの編成でいって、相手のね、まあ、捕食を阻害しつつ HP 勝ちするのが一番やりやすいのかなと思いました。まあね、そもそもね、アルキメデス手に入れるのが大変かなっていったところがあるんですが、まあ、アルキメデスはですね、まあ、フレンドさんから貸してもらってもいいですし、まずですね、まあアルキメデスの攻略だよね。アルキメデスの攻略は、まあ、フレンドさんにですね、フレデリカ貸してくださいって言って、まあ、フレデリカを借りればなんとかなるかもしれないということでね、まあその辺もね、逆にもう私はオセロニアもう3年もやり続けて、周りの人も結構古参が多いので、初心者の人がつまずく箇所がわからないっていうのがあるので、こういうとこが知りたいとかあればコメントしていただければ幸いです。ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さんさようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。